Galaxy のスマートスイッチを使えば簡単にデータの移行ができます。はい、ズキです。今回は結構お問い合わせ、ご質問も多いスマートフォンの買い替え、機種変更時のデータ移行について見ていきたいと思います。というのも、私はこれまで iPhone の最上位モデル、今であれば iPhone 14 Pro Max をメインで使っていて、サブ的にS ペンが使える Galaxy のハイエンドモデル S ウルトラシリーズや Z フォールドシリーズを使ってきました。ただ新発売となったこの S23 ウルトラ、2023年4月20日に国内発売された新フラッグシップモデル Galaxy S23 ウルトラが超快適で、今後はこの端末をメインに使っていきたいと思っています。なぜメイン端末として使いたくなったのか、その変更理由、快適理由を挙げていくと、その1として電池持ちが抜群に良くなったという点がまず挙げられます。この点はこれまでの動画でも折に触れてお伝えしてきたことですが、心臓部となるチップセットスナップドラゴン 8Gen2 の省電力性能と相まって、 Galaxy 史上最高と言えるほど電池持ちが向上しています。つまり一日中ガシガシ使ってもバッテリーの持ちに不安がなくなったからというのがメイン端末昇格の一番の理由です。そして2番目の理由として、より発熱が抑えられているという点。私は結構スマホを車のダッシュボードに取り付けてカーナビ代わりに使うことが多いんですが、最近気温が上昇してきたということもあるのか、 iPhone は結構発熱が多く、アプリが固まってしまいナビにならないことが多くありました。 Galaxy S23 Ultra に変えたところ、そういうことは一切なく安心して使うことができました。この点は発熱しやすいゲームでも力を発揮し、プレイしやすくなると思います。そして3番目として、夜景モード、ナイトグラフィーが綺麗という点で、夜景がとても綺麗に撮れて、 CM にあるように友人からそれちょうだいと言われることが多々あります。4番目の理由としては、これもカメラ機能になりますが、ズーム撮影が綺麗という点です。子供の運動会があって、久しぶりの全校開催ということで、なかなか寄って撮影ができなかったんですが、100倍ズームとまではいかなくても30倍ズームで非常に綺麗に撮影できました。遠くにあって読めない文字でも、このズーム機能を使って認識識別するなど、日常的に望遠鏡の代わりに使っています。そして5番目は、動画撮影も綺麗で手ブレ補正が優秀という点です。こちらについても他の動画でより詳しくご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。と、 Galaxy S23 Ultra に乗り換える理由、メイン端末に据える理由をお伝えしたところで、実際にデータ移行をやっていきたいと思いますが、 Galaxy に乗り換える上で、そのデータ移行が簡単にできるというのもポイントです。スマートスイッチを使えば iPhone、Android、フィーチャーフォンに関わらず、簡単3ステップでデータ移行が可能で、新旧スマートフォンをケーブルもしくは Wi-Fi 経由で接続し、移行したいコンテンツを選択すれば自動的に転送が開始され、移行が完了します。ではまずケーブルを使ってやってみたいと思います。片方が iPhone につなげるライトニング端子で、もう一方が Galaxy につなげる USB Type-C 端子になっているケーブルを使います。なお、スイッチングアダプターを使えば、片方が USB Type A 端子のケーブルでも変換して使うことができます。で、データ移行前の注意点として、アプリによっては移行後改めてログインする必要、つまり ID やパスワードを入力する必要がありますので、事前に確認しておきます。また当たり前のことではありますが、Apple の純正アプリや Apple Store で入手した iOS 専用アプリ、あるいは有料アプリは移行できませんので、ご注意ください。そしてお財布携帯について、どこを使っているかにもよりますが、例えば Suica の場合、データのサーバー対比が必要というとちょっと難しそうですが、 iPhone のウォレットアプリで削除すれば簡単にサーバー対比できますので、それほど難しくはありません。またケーブルをつなげてのデータ移行は、途中でバッテリー充電ができませんので、基本的には満充電に近い状態にしておいた方が良いと思います。 OS アップデートもやっておきましょう。それではやっていく。まずiPhone のストレージを確認すると、 256GB 中およそ 203GB 利用しています。移行先となる Galaxy にそれ以上のストレージ容量が必要になりますが、今回は移行元となる iPhone と同じストレージ容量モデルに乗り換えてみます。なお、Android スマートフォンの場合、なかなかストレージ大容量モデルというのが特に国内では存在していませんでしたが、今回の Galaxy S23 Ultra、現時点でドコモと au のオンラインショップ限定とはなりますが、共通してストレージ 512GB モデル、そして au では 1TB モデルも用意されていますので、よりストレージを多く使いたいという方はそちらを選択してください。Galaxy S23 Ultra の初期設定を進めると、このように別のデバイスを使ったセットアップが表示されます。
Galaxy または Android デバイス、もしくは iPhone または iPad が選択できるので、今回は iPhone または iPad を選択します。続いてアプリとデータのコピーが表示されたら、次へをタップしてケーブルを接続します。はい、Galaxy で iPhone を確認できました。 iPhone の方ではこのコンピューターを信頼しますかと表示されますので、信頼をタップします。そしてパスコードを入力します。 Galaxy 側では次へをタップ、すると転送するデータを選択できるようになりますので選択します。今回は9件すべてを選択しますが、転送できないデータを確認をタップすると、はい、このように表示されました。転送、はい、188件について iOS アプリの無料 Android 版を選択してインストールしてくださいと表示されます。インストール。 LINE の転送について、データを転送するには iPhone で LINE を起動し、設定簡単引き継ぎ QR コードに移動してから、この端末の LINE で QR コードをスキャンしてください。 Google サービスの確認、同意。 iPhone では再びパスコードが求められます。Galaxy の方でも端末の方を設定します。 Google アシスタントはここではスキップします。その他のアプリについてもここではインストールしません。適宜 Samsung アカウントでログインします。準備完了。古い端末からデータを転送中と表示され、しばらくするとデータ移行が完了し、ケーブルを取り外すことができると表示されました。ただし、アプリはまだまだ整理中のようです。しばらくするとデータの転送が完了しました。移行元の iPhone のデータ使用量は 200GB でしたので、 Galaxy S23 Ultra に全てのデータが移行できたわけではありませんが、画像や動画は問題なく移行できています。iPhone のアプリデータとしてはこれらに移行されています。転送できたアプリは一覧で確認することができます。なお、最終的に Galaxy S23 Ultra のストレージ使用容量は 175GB になりました。いろいろとアプリをチェックすると、移行できなかったアプリが多いというより、アプリ内のデータの移行や復元をそれぞれ個別にやっていくイメージです。面白いのはホーム画面、壁紙がそのまま移行されていたり、待ち受け画面もそのまま移行しています。ホーム画面グリッドを iPhone と同じ 4×6 に設定すると、各アプリが iPhone と同じような配置になりました。試しに Twitter を開いてみると、はい、やはりログインが必要になります。続いて有線、ケーブルではなく Wi-Fi を使ったデータ移行、 iPhone の iCloud を使ったデータ移行について簡単にですがチェックしておきます。まず Apple ID に進み、 iCloud をタップ。 iCloud バックアップがオンになっていることを確認します。 iPhone のデータの iCloud へのバックアップが完了した後、 Galaxy でスマートスイッチを起動してデータを送信するのか受信するのかを選択します。今回は iPhone から Galaxy への移行ですので、データを受信を選択します。対象端末は iPhone、 接続方法は有線ではなく iCloud 経由。ここで自分の iCloud アカウントにログインします。なお、ケーブル、有線より時間がかかり、一部データは引き継げないとあります。はい、ということで、私がメイン端末を乗り換える理由、そしてそのデータ移行方法と注意点をチェックしました。スマートスイッチを利用すればつなげて放っておくだけなので、作業的には非常に簡単にできました。寝ている間や他のことをしている間に完了しますので、 Galaxy を使ってみたいけどデータ移行が難しそう、面倒と感じている方のご参考になれば幸いです。引き続きメイン端末として使った感想などもお伝えしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。